1曲目にお送りいたしますのは機甲戦隊マジェスティックプリンスというアニメの作品からメドレーということになります。この機甲戦隊マジェスティックプリンスというのは言ってみれば未来の地球と、その外部の星の敵ウルガルという星が出てくるんですが、そことの宇宙戦争的な話です。で、マジェスティックプリンスと呼ばれるこの遺伝子操作をされた、5人の若者が、男女なんですけども、その敵の星のと戦っていくという、そういう話なんですね。で、アニメ的に見るからに若い若者の5人が、時にはコミカルなシーンもあり、でも戦う時にはもう本当に、その遺伝子操作されているその才能を発揮して戦っていくというそういうストーリーですが、今日メドレーでお聞きいただくと冒頭の部分というのはちょっとこう不穏な感じで始まりますが、それはウルガルがなんとなくこううーっと攻め寄せてくるようなそういったイメージをこうイメージしていただいて、そして明るい曲が出てくるとこれはその5人の若者が活躍してるんだなというようなそんなイメージを抱いていただきながらお聞きいただければ、お楽しみいただけるかなと思います。ではお聞きください、マジェスティックプリンスのメドレーです。Thank you.